皆様こんにちは、韓中国です。台湾国際臓器移植寛解協会は21日、日本、台湾、韓国が共催した中国共産党による生体臓器狩りを制止せよテーマにした国際ポスターコンクールが20回の巡回展示会及び長期間のオンライン展示会を行うと発表しました。同コンクールは70の国と地域から1049点の応募があり、1月16日に台湾台北市で授賞式が行われ、 YouTube で生中継されました。タイコットの事務局長江仙宝医師は21日、これから台湾、日本、韓国で巡回展示会やオンライン展示会を行うことで、より多くの人がこの問題に注意を払ってもらえるよう望んでいると述べました。皆さんが歴史の証人となり、この前例のない邪悪な迫害を制止するよう呼びかけました。世界中の患者が相次いで中国で臓器移植を行い、生体臓器狩りは目に見えない世界的な犯罪になり、犠牲者は最も厳しく迫害されたファルンゴン学習者から中国のすべての人々にまで拡大した。中国共産党が犯した臓器狩りの罪は新型コロナウイルスのように蔓延していると講師は引き続き述べました。同協会の庄松山理事長は、受賞作品の優れた色、形、構図の配置、全体的な雰囲気に加え、最も重要なことは眼蓄であり、理念の伝達を通して人々の正義感や良心を目覚めさせるとの見解を示しました。同協会によると、ポスターは多くの重要な歴史事件の中で見られると説明しました。広く知らせることに加え、ポスターは歴史の鏡でもあり、人々に様々な社会運動における精神的なサポートを与えられます。過去の反戦運動、反核運動、環境保護運動、64天安門事件、雨傘運動、搬送中運動から現在のコロナのパンデミックまで、これらをテーマに丁寧にデザインされたポスターは、当時の社会的状況や価値観、公正と正義の追求を適切に反映しており、特別な歴史的役割を果たしていると言えます。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。